ヤッハロー、どうもおはようございます。はい、現在2月13日日曜日の午前9時2分です。早いですね。今日は母がたった今出かけました。3時間ぐらい空けるらしいんでね、よし、せっかくやし声が出せる状況で行きたいと思ったんで、そのビスクドールは恋をする6話、もう見ずに2時半ぐらいにも寝ました。今日も起きたらもう7時50分ぐらいだったんでね、あんま寝てないんですけども、よし、見ていこうと思います。はい、では自己紹介ですね。はい、僕はマジ大道芸人ハマーと言います。一生瓶に乗ってジャグリングをしてハーモニカ演奏してタンバリンを叩く、はい、この世界唯一の技の持ち主で、この本の著者です。現在は41歳、芸歴16年目です。で、普段は子供たちの前でね、やればできる、諦めない、そして笑顔になってほしくてね、パフォーマンスしてますけども、現在コロナに全てをぶち壊されて、ご覧の通りになってます。今日で56連休目、ありえないですね。はい、で、まあそんな中でもね、なんとかやればできるんやというのをね、見ていただきたい、諦めないというのを見ていただきたくて、YouTube の活動1年11ヶ月毎日休まずアニメのリアクション動画投稿し続けてますが、残念ながらずっと2桁で、もうこちらもメンタルは死んでますが、なけなしのメンタルを振り絞って今ね、なんとか活動を続けているところなんで、ぜひ応援いただければなと思います。はい、で、僕の細かい自己紹介、ホームページ、SNS 各種 PV プロフィールなどは全て説明文にあるんでね、ぜひ見てやってください。で、過去のアニメリアクション動画再生リストに作品別にまとめてます。ただ1年5ヶ月分が消えちゃったんですね。もうこれが最大のダメージなんですけども、まあ、なんとかやってます。はい、で、今年の9月ぐらいね、でかい発表ができるかもしれません。お楽しみに。じゃあ行きます。 D アニメストアです。3、2、1、スタート。さあ、前回の終わり方良かったなお、そっからやってくれるのね。このえーって言い方いいな。あ、オープニングないのか今回。もう惚れとんな、これ。やっと戻ってきたのね、じいちゃん。これ鉢合わせするんちゃう？
あ。し。あ、飯の柵がやば。これは。一人暮らしだよ、マリン。これはかわいいな。もう綺麗の一言で言ったね。わ、耳真っ赤かや。今のかかとの動きとかいいね。あー、オープニング始めた。アバン長かったね、今回。そうか、こうやってオープニング見たら確かにマリン一人暮らしやわな。あー、これはね、今回出てきた。
あれ友達なの？友達おらんよな。わお。おう。どこで何を思い出してんねんこれ。最悪の初対面なかなこれ。ない、あ、年上。乾サジュナ、すごい名前な。ちっちゃ、ほんで。あ、ジュジュ、あ、これがジュジュ、あ、これがジュジュなん。
マジか。サジュナデジュジュ。なあ、そこよね。絶対にやめましょう。紙レイヤーが私の写真。オープニングの。シオン短しか勝たんってやつよね。ブラジレーナ・ミリーゼみたい。ブルーリフレクションレイみたいな。ちょっとわからないわからない。
あ、これシオンタンか。あ、なんかもうめちゃくちゃティッシュ使っとるやないか。あ、一緒に。ああ。乾さんじゃなきゃ聞こばんな。ああ、種崎さん。シシドロビンさんいいんかった、今。シシドロビンさん、なぜか僕、ツイッターフォローされてますからね。なんでか知らんけど。で、フォロー返してないんですけどね。まだされてんのかな。7年ぐらいまで来たかな。見てみよう。いや、まさかの種崎さんやったか。めっちゃ携帯フリーズするな。遅い。シュキピトおうちデートやば。シュキピトってなんや。よいしょ。いや、おもろかったね。おもろかったね、今回も。シシドルミさん。うん。ほら、なぜかシシドルミさんに僕はフォローされてます。でもフォローバックしてないんですけども。これなんでかな思って。もう7年ぐらい前から来た。急に。いや、一番上種崎さんやないか、ほんで。種崎さんのツイートやないか、これ。ああ、やっぱビスクドールの話か。これ、シシドルミさん誰の役やったんやろ。全然気づかんかったな。うん。まあまあまあ、とにかく、もう完全に綺麗の一言で、ねえ。惚れたな。もうシュキーっつってたとこめっちゃよかったね。ねえ、まさかこのタイミングで、まあその何もう洗濯ウィッグの洗い方を教えてる五条もう若菜を金この辺もバラがもう散ってたしね。
完全に惚れたね、完全に。でじいちゃんからは、そのじいちゃんとね若菜の会話を聞いて、こんなに喋るんだと。そりゃそうなるわな、ずっと普段喋らへんね。そこのギャップにさらに来たね。うん、さあそして来たのが乾サジュナですか。うん、オープニングで映ってたからあれか、ちょっと気づくも遅かったですけども、あれがジュジュ様とはね。ほんでそして初対面が、完全に超ラッキースケベでしたね。あの黒目に合わせてこう M 字開脚になってためっちゃおもろかったし、そのタイミングでえおじいちゃんなんで K がないのみたいな会話、どこで何を思い出しとんねんってね、もう最高やったな。まさかジュジュ様がね、若菜のとこ来て、まあ、その会話の中から何マリンがいかにこうコスプレに真摯に向き合ってるかがよく分かったし、まあそれに対してそのね疑ってた、ごめんなさいっつってティッシュ山盛り使ってたねとどんだけ泣いたんやサジュナ。サジュナもええ子なのねきっと。うん、でお付き合いしてないことがね分かって、お付き合いが一匹いてわけのわからん、何をどう数えてるのかわからんけど、それに対してねマリンがニコニコしながら、五条くん彼女いないんだっていうね、いやーいいねでまさかどんな終わり方やねんね、一緒に、いや食い組みに断られたで終わる、これどういう展開になってくるのかな、一緒にやりましょうって説得していく展開になるんやろうか、それともこれ サジュナもねえ若菜に惚れていくんかな、いやむちゃくちゃ楽しみやわこれ。ちょっと今冬アニメではない、今のところ2位なんですけども、箱詰めが今のところ一番好きですけどね、ちょっとセルぐらいおもろいねこれ。はい、ということでも今回新キャラ登場プラスもうマリンが完全に惚れたというね、ちょっとこれは良かったなうん、ちょっと神回と読んでもいいんじゃないかなと思いました。僕はね前回も神回言うてましたけど、神回何本あんねんって話ですね。はい、ということで、そのビスクドールは恋をするの6話でした。よかったら僕の、チャンネル登録とかね、高評価をぜひともお願いいたします。はい、もう今ねもう大道芸の仕事がない中でね、まあなんもこの YouTube の今ねアニメのリアクション活動まあまあ全力で頑張ってると思いますんでね、ぜひですね皆さん、よかったなと思ったらシェアとか拡散とかね、していただければありがたいですね。あとはチャンネル登録ね、高評価はさっきも言ってますけどもね、ぜひともお願いいたします。はい、でまあもうとにかくこのコロナが終わってね、また仕事が元戻めてあと何年かかんねんっていう話ですけども、まあ今のところはね冒頭にも言ったようにずっと2桁再生でね、もうほんま地獄を歩み続けてて、もうずっとメンタル死んだ状態でねアニメリアクションやめたいって言いながらもなんとか続けてきてるんでね、そのためにずっとこの根性鉢巻きももう3ヶ月ぐらい多分巻いてるはずなんで、まあこの根性が尽きひん限り頑張りたいと思いますね。ぜひ応援よろしくお願いいたします。まあとりあえずそのビスクドル恋する最高ですね。ああ最高ですわ。はい、もうやっぱこれ見たら元気をもらいました。うん、頑張ろう。はい、ということで、よかったら、チャンネル登録高評価何回も言ってすいません、お願いします。でいつかねほんまコロナが終わった時皆さんぜひとも僕のショーをね見に来てやってください。そのためにもねぜひ説明文細かく時間のある時点で読んでいただければと思いますんでね、お願いします。 PV だけでも見てください。はい、以上アニメリアクション職人ことマジラドゲニハマでした。ありがとうございました。